おい。何？はあ？え？はあ。はあ？え？ああ。
おい。え？いや。Oh.
何してんの、もったいないわ。ん？おい。なあ、はあ、
Ha ha ha!
毎度おおきに。
毎度おおきに。何？ちょっと飽き。毎度大きに。
おい。毎度お気に。いらっしゃいませ。
それは俺のお稲荷さんだ。待て。Thank you.
自慢の絵師は揃えてます。血を塞ぐな。
はい。
はい。もう引っ込んどるやこら、わしら近藤出せよとるんじゃ。斉藤君、さっさと入れ。おお待て、わしらも殴れるんかい。局長は多忙につき不在、先ほどからそう申し上げとる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手軽が欲しけら自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよこら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組、門の前で騒いどった連中へ、知らんのか。ああ、あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組はれっきとした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけあって腕は立つ。あんたから見てもか。なあ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がいい。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったら、あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。あ、桂の剣、恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば、
身内で殺し合いするんがこりごりなんや。それはいつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。ああ。何があったんだ。なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身震押し組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の7人と鴨さんの一派3人を合わせた10人だけの小さい所代やった。芹沢の一派っていうのは。鴨さんの水戸脱藩以来の同志やった平間十助、平山五郎と鴨さんを合わせた3人のことや。その3人が俺ら天然理心流の門と身風呂押し組の主導権を争った。鴨さんは凄まじく剣の腕が立ち、学もある立派な剣士やった。せやからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか。さあ、誰が直接鴨さんに手下したかは知らんねえ。近藤藩かもしれへんし、土方藩かもしれへん。いや、それを知る必要はないということや。知る必要がない。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、あんたみてえな男がなんで新選組に居続けるんだ。俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が間違えて人を殺めてしまった時、局長は俺のことを守ってくれた。それから俺は近藤局長の夢のために仕事ができればそれでいい。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる、近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。豚所にも一応近藤さんの部屋があるんやで。局長の部屋？どこのことだ。豚所の一番奥の前や。せやけど行っても誰もおらんやろうけどな。なしだなし。それじゃああの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。何をしてるんだ。いや、何でもない。おお、局長の部屋に入ろうとしてたんじゃないのか。無駄だな、局長は多忙につき不在だ。それじゃあ俺が局長に会うにはどうすりゃいいんだ。向こうから会いに来るのを待つしかない。なんなら他の者にも聞いてみろ。みんなそう答える。あ、お前ええ加減にせえ。何がええやん。何か用か。一度局長に会ってみたいと思ってな。隊長になったというのに挨拶すらできていない。
会ってどうする。別にどうこうするって話じゃない。近藤さんは多忙なお方だ。まあいずれ会える日も来るだろう。もうしばらく機会を待つんだな。いつまで待てばいいんだ。ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか。大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては困る。局長は新選組の主君と思え。君も新選組に入った以上はな。分かったらもう行け。おお、はじめちゃんやないか。お前も一緒にで。いや、だがなんでそいつら服を脱いでるんだ。もう払う金がないよからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言っとらないかな。これ以上負けたらこいつら武田藩に何されるんやろな。どない思う。なんや、はじめちゃん。何黙っとんねん。いや、悪いが局長を探している。どこに行けば会えるんだ。さあな、知らんわそんなもん。ああ、気が散るで。用が済んだらさっさと行け。それとも我も裸になりてんけ。いや、邪魔したな。よっしゃ、調子ええで。何かの間違い。局長に話でもあるのか、斎藤。井上。いや、俺はまだ局長の顔を見たことがなかったんだな。特に話があるわけじゃない。そうか、ならちょうどいい。その局長直々の仕事がある。お前に頼むよう言われた。何。お前、坂本龍馬という名前に聞き覚えは。ん。知っているのか。いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の勤皇使者、竹地藩平太の作った土佐勤皇党の筆頭。1年前に藩の三世吉田東洋を暗殺して土佐を脱藩した。この坂本龍馬をお前に探ってきてもらいたい。なんで俺なんだ。不服ということか。いや、わかった。でどうすればいい。坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず数日前に京の薩摩藩邸に現れたってこと。薩摩藩邸。そんなとこに坂本龍馬が。何かおかしいか。いや続けてくれ。それ以前、坂本は土佐を脱藩した後、幕臣勝倫太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術。船の操作だ。その船で長崎から密かにイギリスの武器を買い付けているらしい。トマス・グラバーって武器商人と通じて。イギリスの武器を。どういうことなんだ。局長はそいつを探れと言っている。
まずは薩摩藩邸へ行け。坂本龍馬は勝倫太郎と一緒に薩摩の西郷吉之助を訪ねたってことだ。その西郷に話を聞くのがまずお前のやるべき仕事だな。西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。その時近藤さんにも会える。俺の偽物が現れたらしい。はあ？そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝倫太郎の門人で今日の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。俺にもわからねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか。もう一人の坂本龍馬のことが。いや知るわけねえだろ。知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けど何でお前の名前なんて語るやつが。わからねえ。誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったら。と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと。おいそれってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか。もし近藤が1年前の覆面の男なら俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃあお前やべえじゃないか。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてくる。薩摩の西郷か。そっちはそっちで厄介な相手だがな。どういう意味だ。薩摩は日本の端で300年、幕府の命かすめて力ため込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえ薩摩が勤王の倒幕派に回らないよう気使ってる。その薩摩の鍵を握ってるのが西郷吉之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤王派の長州を京から追い落としてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤王牛次郎と画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤王思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ。いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の仲ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。そのもう一人の坂本龍馬ってのがイギリスの武器商人とつながってるってんなら、どういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。
来いは来いは、新選組の方でごわすか。新選組三番隊隊長斎藤はじめだ。西郷吉之助殿に取り継いでもらいたい。ほう、西郷先生に。どげなご用件で。坂本龍馬という男について聞きたいことがある。さようで。そいはもう新選組の御用とあれば断る理由はごはん。心得ました。おいがご案内します。どうぞこちらへ。最後は判定の中じゃないのか。あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんで。まあどうぞ、すぐ近くでごわす。あんた門番の割に随分判定から離れるんだな。こいつらはどういうつもりだ。新選組っちゅうのは随分と人を切ってきました。ほんのこと言うと薩摩の門も多少身風呂に切られた門もおります。おはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよか。じゃっどんおはんな三番隊の隊長でごわす。兄弟や子らを新選組に切られた恨みを持つ者にはそいだけで十分切る理由になります。弟の敵じゃ。身風呂おめがおいの息子ば切りよった。幕府の犬め。花から西郷に会わせる気はなかったってことか。不用心不用心。新選組幹部ともあろうもんがたった一人で食っとは。薩摩をなめちょるんかこら。西郷に会わせてもらおうか。そうすりゃここで会ったことはなかったことにしてやる。何？大っぴらにしたとこで困るのはあんたらだけだと思うがな。俺は仕事できたんだ。あんたも自分の仕事に専念するなら誰にとっても面倒はない。違うか？新選組三番隊隊長斎藤はじめ、先日は名乗りもせず失礼した。へへ、構わんで。いずれまた会うと思うとった。せやけどあんたあれからほんまに新選組に入ったんやな。例の近藤勇に会うためにかいな。さあな。悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃない。あんたに聞きたいことがあってきた。ま、あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたるわ。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何もいいや。
勝林太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。覚えてんだろ。そんなに昔の話やね。そうか。せやけどあかんな。全然思い出せん。ゆっくり思い出してくれて結構だ。時間はたっぷりある。こっちに時間あるとは言うとらんで。なるほど。薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通り秘密主義ってわけだ。だが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな。そしたら斎藤がはっきり言います。わしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もない。もうわしの答えはこれ以外に出てこんで。なんで隠すんだ。その坂本龍馬ってのはあんたにとってそんなに重要な男か。なれん駆け引きはやめとけ。あんたには似合わん。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。その武器を買うのはあんたら薩摩ってことか。知らん言うとりますやんか。そろそろお帰りの時間や。今度はまた仕事抜きで飲もうやないか、斎藤藩。斎藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模藩では。斎藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか。もちろん。場所は？祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。安いし、うまい。